入口今幼児は、大阪府豊野郡の世長、野間西山にある、単立寺院。重要文化財の大日如来などの仏像を多数、所蔵する。当時の創建時期は定かではないが、西山家由来書によると、上報3年に、大見守るみと中信部が広告の中原にある、高尾というところに道を回帰し、釈迦仏をアンチ混流したとあり、これが、 当時の早々であると考えられている。大治二年に西山金江森の部が大日如来と千寿観論を勘定し、皇国山月光寺として改めて回帰混流した。戦国期の元気二年、陛下により消失するが、三年後の天正二年に、神徒によって現在地に再建された。その後、領主野瀬よりが北家州に改修したことにより、 当時も、慶長十年に、ホ家改回収となり、事後も今用事と改められた。それから長い年月が経ち、無重後輩により荒寺となるが、文化年中に、領主、の瀬頼直によって、釈迦堂が再建され、毎年4月8日の放映の日には、金号在住の浄瑠璃の愛好者が集まって語り合う、賑わいの場となった。当時の兄口は、正道制で、名分には、 洋父郡内関の義、庄内宮田地蔵堂は二口名徳5年木の犬7月13日とある。和田山町から洋父町へ抜ける間に宮田という地名が残っていることから、そのあたりの地蔵堂に奉納されたものであると推定されるが、どういう経緯で今用事に移されたかは明らかになっていない。なお、名徳五年は七月五日に応営と改元しているが、改元八日後にして、 9年号が使われており、まだ改元が行き届いていなかったと見られている。ありがとうございます。